はい、どうもガンです。ダッシュです。本日来たお店はこちら、食堂ニューミサ。はい、はい、スープの方に3年の熟成缶詰入れてあります、はい、こちらですね、生缶詰の方になりますが、この塩気が強いのでお好み でこちらのごま油の方は通常の味噌ラーメンに入っていますが、香りが強いので入れてありません。お好みでどうぞ。あ、なるほど、はい、失礼します。酒粕カンドリ味噌ラーメンをいただきます。楽しみだな。カンドリってピリ辛なのかな。ちょっとスープクリーミーで濃厚なの。ああ、これ癖になるの分かるな。結構朝からやってるけどさ、あ、ここ朝9時オープン、朝早くからお客さんが足運ぶのが分かる。朝でも食えるぐらい。僕はニューミサご定番の味噌ラーメン、上越味噌使ってましてね、味噌が有名らしいです。うん、コクがあってね、野菜の甘みもありましてね、めちゃめちゃうまいです。意外と本当さっぱり味噌みたいな感じだね、うん、甘くはない。うん、中細縮れですかねこれね。いただきます。ニューミソさんめっちゃうまいっす。これすごい盛りもいいしね。ガン、その唐辛子、うん、そうでしょ、ちょっと味のアクセントになって。妙高といえばカンズリですよ。直食い直食いいただきます。全部辛い。やっぱ辛いんだ。唐辛子。あ、もう帰ってきちゃう。めっちゃ辛い。これあんま直接食うもんじゃねえ。はい、ということでニューミサさん。いやー、めちゃくちゃ美味しかったわ、俺。めっちゃ辛かったね。でも、店主さんからの衝撃の事実で、俺がさっき噛んだ、缶ずりって言ってたやつ、あれは缶ずりの元になる唐辛子。本当にね、びっくりしたもん、辛くて口の中爆発したから俺。そうなってたね。もう皆さんもあれは唐辛子なんで間違えて食べないようにしてください。ニューミサさん行きたいなと思った方は、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画で会いましょう。